ありがとうございました先生。これ痛み止めと特別にうちで作った歯ブラシつけときますから。あ、すいません気遣ってもらって。じゃあお大事に。ありがとうございました。いやすっかり治ったぜ。めちゃくちゃ痛かったけどなかなかいい歯医者だったよ。ほら親切に歯ブラシまでつけてくれたし。つけとくってどこに。待て、歯が治った代わりにそれ以上大事なもん持ってかれてるじゃねえか。どうか交換ところの詐欺じゃねえよ。歯ブラシがバサバサになったらまた取り替えに来てくださいね。ちょっと言いたいことがあるんですが。そうだよ言え、クレームつけろ。とんでもねえヤブ医者だよ。俺毛質固めじゃないと磨いた気にならないんですけど。そこじゃねえだろ。まあ大丈夫ですよ、予備で股間にも歯ブラシつけときましたから。そっちはいじくってたらなんか硬くなります。硬くなりますじゃねえ。そんなとこでどうやって歯磨くんだ。奥さんしか磨けねえだろ。はい、じゃあお大事にね。おお、どっちじゃねえか。お前たちも治療に来てたのか。今度さ、いやなかなかいい歯医者だった。すっかり治っちまったよ。おまけに特別に電動歯ブラシまでつけてくれてな。電動歯ブラシっていうか、それただの長谷川さんの手じゃね。いやちょっとポンズくせんだけどかなり使えるよねこれは。おい、完全に長谷川さんのだろ。そうか、なんでも機械に頼るってやり方は俺は好きじゃないな。やっぱ歯ぐらいは自分の手で磨かないと。いやそれがお前の手だから。つうかすでにお前の手歯ブラシになってるし。長谷川、電動歯ブラシが腐ったらまた取り替えに来てくださいね。今長谷川さんの腕って言いかけたよね。すいません、この電動歯ブラシいまいち口元に届かないんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。届かなかったら自分の手で歯ブラシを持って磨いてください。だったらなんでつけたんだ。ただの嫌がらせじゃねえか。じゃあ二人ともお大事に。お大事にじゃねえだろ。お前らが患者を大事にしろ。